自分の本はなんで売れないんですか。やっぱり自分の本を自分で宣伝するのが一番ダサいじゃないですか。だから僕みたいな僕のフォロワーが一番欲しいんですよ。わかります？人の本は応援するのはいいけど、僕、自分の本を自分で必死で宣伝、まあ一応してますよ。してるけど結構惹かれるんですよ。あいつ必死だな、つって。え、今日ツイッターではちゃんと広告するんですよね。あの、自分今回出しますってなったら。あれ、僕はやっぱこんな感じなんで、ツイッターも結構ミュートされちゃってるんで、あんま影響力が。けど、めちゃめちゃちゃんと律儀にフォローバックしてますよね。そうなんです。で、僕、例えば、カジサックとかにもフォローされてるんですよ。西野明宏さんとか、あと、鴨頭さんとか、もちろん林社長とか、岩井社長とか、トモハッピーさんとか、フォローされてるんですけど。そう、僕フォローしてますよね。はい。何回か絡ませてもらってますよ。僕は知ってますよ。熱心にコメントをしてくれて、なんか気になってフォローしちゃいました。著者は誰ですか？著者は、だから、ないんじゃないですかね。ないとかある。無印本命グループ。あ、そうそう、これチーム無印本命って書いてあるように、まあ、そんな感じです。まあけどとりあえずまあちょっと今にしたい。ああカットしてください。やったしかもトモハンピーさんとこ踏みつけなんてことなんてこと。まあけど、まあ15年前の僕を発掘してくれたということで、まあ20万円だけじゃまずとりあえず。すごいね、20万円置いただけでこんなにも。すごい。いや本当にもうリアクションこれで林社長が1円も出なかったら僕はもうあの名古屋まで歩いて帰ろうかと思ってそれも面白いな、それも面白い。はい、林さんから、20万出ました。はい、その物語ではここでナッシングになった方が面白いかなって感じちゃうんですけど、そこどうですか。そんな取れ高考えなくていいです。取れ高っていうかキャラ的に演出的にね、このパフォーマンス的にオールとナッシングどっちが面白い、どっちがハッピーなストーリーにつながると思いますか。いや僕は出してもらった社長のことはもう当然本の中に書こうと思ってますのでね、はい、これでナッシングになったらですよ、皆さんは国立国会図書館に永遠に残らないわけです。まあ、林社長みたいに著書がある人はいいですけど、トモハッピーさんなんかまだ著書がないと思いますんで、はい、これ出資していただいたらトモハッピーさんのことはちゃんと書きますから、国立国会図書館に永遠に残りますからね。それは僕ら視点での、あの、メリットとしては素敵なことだと思うんですけど。オールとナッシング。そんないじめないでください。オールとナッシング。はい、どっちがハッピーだと思います、ご自身にとって。もちろんオールです。本当ですか。はい。なんかナッシングの方がハッピーなんじゃないかなって感じちゃうような方。そうなんです。僕いつもそうやっていじられるんですよ。いや僕は本気でプレゼンに来てるのにね。いじられに来てんのかなみたいな。違います。金額も100万にしたのも、これはもう本当は300万とか500万とか言いたいところですよ。確実にヒットを。ホームランを狙いたいところ、ヒットを狙いに来たわけですよ。わかりました。じゃあとりあえず10万円で。ありがとうございます。はい、トマッピーから10万出ました。よし、はい、バットにちょっと当たりました。まあ座ってください。あとちょっと紙もちょっと前に置いといた方がいいかもしれない。そうですね、また踏んでしまったら、ね、めちゃくちゃ面白いですけど、あの薄井さんと打ち合わせするのがちょっと憂鬱ですね。このあの5対1ぐらいならいいけど、1対1でこれで喫茶店とか入ったらこれ大変なことになりますよ。皆さんが20万という予定で僕は来てるので、それでいいんじゃないですかちなみにその本はあの何人載せます。何人乗せる？すぐ著者候補、無印の人。まあ今のところ決まってるのは 4,5 人ぐらいですね。え、誰ですか？言っても分かんないでしょ、無印なんて。いや、どんな、いや、なんか、どんな人乗せるつもりなんかな、みたいな。まず、鶴田優也さんを乗せます、絶対。必ず。鶴田優也さん、これ皆さんご存知だと思います。鶴田優也さん乗せます。はい。あとは？で、あとは、さっきだ、まあ、もう有名ですけど、宇治原さんね。あの、本出してる宇治原さん。あの、甲子園のね。この人、もう本出してる人はこれ載せます。で、あとは、占い師の人妻ですね。占い師の人妻。すごい占い師さんなんですか？そうなんです。彼女こそまさに僕無印本命と思ってますね。将来なんか、細木和子ポジション取っちゃうぐらいの凄そうな人なんですか？可能性はゼロではないです。彼女の占いの結果、今回のタイガーファンディング成功するって言われました？あ、それは占ってません。僕、恋愛しか占ってません。なんで占ってもらわないですか？いや、そんなんで僕は占いで人生決めたくないですもん。いい。ありがとうございます、はい。あれはダメでしょって言った人が成功したら本当の無印本命なんて僕は思ってるんですね。劇的無印本命ですね、そのね。そうなんですよ。僕はもう、唾つけてる段階でもう光ってたから、その段階では無印じゃないわ。さっきも言われたけど、あの、この宇治原さんなんかはもう本出してるわけだから違うじゃないかってなってしまうから、誰が見てもこいつは無理だろう。でも、山下太郎くんみたいな昔の漫画のね、わかんないか。週刊少年ジャンプの山下太郎くんっていうのがいたんですよ。いや、すごい面白いんだけど、僕は林さんと同じ件で、打ち合わせしたくないな。え、あの、打ち合わせに岩井社長って関係あるんですか？いや、だから、事前面談も逃げたじゃん。あ、逃げたんですかね。逃げた。いや、でもほら、カメラ回ってる時と回ってない時、
違うんで大丈夫多分一緒だと思いますよ、薄井さんはこんな感じだった喫茶店でもこんなんだと思うよ。カメラ回ってなかったら冷静ですよ。あの林さんに昔インタビューしに来られた時どんな感じだったんですか。いやめちゃめちゃ喋ってましたよ記憶残んないでしょ。いや覚えてますよ。何ですか。延々喋ってましたよ僕の塾で。この企画書配った瞬間にやべえって覚えてらっしゃって悪夢が蘇った茂木さんとかあのねえあの高澤さんとかも引いちゃって喋らないじゃないですか。いやまあ普通に絶対読んでも面白くないだろうなこの本ってだから僕の文章を読まなくていいんですよ。他の人が書いた文章があるわけですからこれ僕ら書くんですか。そのあ違います。その乗る人が僕にあのその夢を叶える像というテーマで文章を書いてくれたのは僕があの誤字脱字を直して編集する。この夢を叶える像とこう書けてる感じは何なんですかこれは。もちろん書けてますねいや聞こうと思ったのよ。もうって何これ。これねまた話すとまた長くなるんですけどいいですか。いやダメ長いのダメ。岩井社長怒るから簡潔にお願いします。本当は僕さっきも言いましたけど無人社本命オンラインサロンっていうのをやってて、それ の, あの 入るための条件としてあのキングコングの西野さんが運営していた印書店で僕の印本を買った人が入れるっていうオンラインサロンをやったんですね。だけどそれが7月31日に終わってしまったサービスが、そしたら僕のオンラインサロンに入る窓口がなくなったので急遽この夢を叶えるもうっていうノートを書きまして、ノート NOT のあで、それで5000円払った人が入れるようにしたっていうことで、本当はあのちゃんとあのもうですから牛さんの話を僕ちゃんと書く予定もあったんですが、あこれ牛なんですね。もうですから牛です。だからガネーシャですよ象はね。ガネあだ象でしょ。今度は牛だからもうなんです。それでそろそろ僕ももうそろそろあの夢を叶えなきゃいけないっていう、僕でもそうでしょ他の人でもそう、もうそろそろ夢を叶えようぜっていう。いやこれが多分牛だって分かってて誰もいないと思いますけどね。あ本当ですか。僕の中ではあの牛のことだったんです。この本を買ってもらって誰が来るかを予想してもらってお手紙書いてもらって、そんで10年後にはあの時あるから読んでましたって言ったら10年後いいことあるかもよっていう本にすればいいんですか。あなるほどですね。そうしたら多少みんな買う気になるんじゃないですか。なんかタイムカプセル開けるみたいな感じですね。そうですね。なんで僕も15年前にそれをやってるの、林社長来ると思ってたんですよ。ちょっとマジすごいねっつってなんかしたくなりますもん僕。いやでも本当林社長本当たまたま乗ってましたけどすごいですよね本当に